人で半人前。お久しぶりです、ドリフトです。こんにちは、洋館ですよ。なんでそんな声ちっちゃいの。いや久しぶりですね。なんで死の意味がわからないよ。お久しぶりだね。まあいろいろとありましてですね、まあお互い、まあ洋館さんも仕事忙しくてっていうのもあったり、まあ私自身がね、まあちょっとあの父親がね急に入院したりとかね、はい、あの全然ね出かけられないっていう、忙しくて忙しくて、お忙しかったですね。ここ1ヶ月で体重5キロぐらい落ちましたから。そう、すっかりお痩せになられて。そう、忙しくてね、本当もう汗だくで、もう大変でさ、本当に。という感じで、まあ、久しぶりにちょっと癒しのキャンプに行こうよと、はい、いうことで、あの、まあ、ようかんさんも私もお気に入りの、はい、私もね、筑紫湖キャンプ場、はい、に今ね向かってるということで、まあ、ビゴールチョ入りましたから、はい、まあ、とりあえずこのまま発見し向かっていきますよと。行きましょう。久しぶりなんでね、あのかなり力抜いてダルンダルンで行こうと思ってますんで、はい、あの動画もね多分いきなりもうポン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 飛んでいくかもしれませんから、なんならこう荷物の準備とかね、お互いなんかこうなんか忘れてる気がするけどね。そうなの、落ち着かないんだよ。久しぶりすぎてさ、あれなんか足りない気がするな。いいもんですね。失笑いただきました。お、来ましたよ、ビゴロ峠頂上。頂上。こっからがね、またいい景色なんで、今日すごい景色良さそうだな、上。今日ちょっと私たちはね、もう目的地急がないといけないから。うわー、すげえ。相変わらずすごいな。すごい、うん、何度来てもすごいよ、ここは。綺麗だな。もうなんか湖なのにさ、うん、もう潮目みたいなのできちゃってる。海みたいな。あるよね。風にの、まあ、多分湖だけど何かしらやっぱ水の流れがあるんだろうね。うん、まあ、湧き水か、まあ、潮湖か。それは湧き水の湖だから、そういう流れもあるんだ。すごい。すごいよね。綺麗だよ。さてさて、お、もう手鹿が入ってきたんじゃない？手鹿がいいん？入ってきたでしょ。ここだってあれ、アイスの。マシューアイスの、yeah. うん、帰りに寄ろうかななんて思ってる。食べなきゃね、うん、義務化してるでしょ。、うん、こっからそして左行くんだよね。あ、そうだね。あ、そう、左だね。ナビさんもなんか裏道に入っていくんだけど、うん、そう、左行ったところからね右に途中でそれるんですよ。そう、いやにしてもね、あの結構押し焼き使ってるんだけどさ、虫アタックがひどくてさ。そうだね。うん、まあもともとちょっとあのその最初言ってたあの忙しすぎて洗車とかも全然行けてないっていうのもあって汚いんだけど、だってもしかしたらねこのカメラの映像にも虫アタックの痕跡がずっと映ってるかもしれないんだけど最初から。でやっぱだね、ビゴロ峠越えてこっち来ると雲出てきたね。曇ってるよね。うん、あんなに快晴だったのに。やっぱ厚岸方面が曇りだっていうのはやっぱ当たってんのかもしれないね。このまま行くと雨さえ降らなければいいです。この辺ちょっとちっちゃな町、磯本台って書いてあったね。うん、お腹すいたよ。あ、今もうちょうど12時か。まあ、この辺来たらもうやっぱ牛屋さんがね増えてくるからね。そうね。まあ、このまま過ぎたら別海とか、うんうん、あっちの方につながるからやっぱ酪農がやっぱ盛んになってくるね。じゃあ標茶町の磯分内になるわけか。あ、メグミルクだ。あ、やっぱあるんだね、雪印。
すげえ立派、でかいし。そういうのあったね。ガラス張りだぜ。あの階段がおしゃれ。おしゃれだね。地下注意。おお、入ってきましたよ、市街地。ここもあれですよ、厚木市。うん、入りましたよ。入りましたね。買い出し完了。じゃあ今この目の前にあるこの厚岸大橋を渡っていきますよ。ゴーゴー。え、あの人歩いて渡るのこの橋を。そりゃあちゃんと歩道ありますから。おお、来た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 。なんかカヤックしてる。本当だ。何、シーカヤックでお遊び、面白そう。へえ。いいね。楽しそうじゃん。ここ渡るのも久しぶりだな。来たね、久しぶり。ああ、ここを渡ると来たなって感じするよ。おーおーおー。あ、もう2時になりました。ああ、見えてきた。本当だ。いや、ここはね、本当いいキャンプ場ですからね。駐車場が激混みだね。中に鹿がいた。あれ、今日は中にまで入ってますか？中鹿でした。あ、なんか中鹿、中に鹿がいるっていうのは有名な話だけど、今のところそこに遭遇してないんだけど、私たちは遭遇したことはないんですよね。朝一いるとか言うけどね。あ、そうなんだ。うん、へ、中鹿は初めて見たな。中鹿です。結構混んでるな、いつものあの感じから言ったら。ちくしこいキャンプ場到着。到着しました。ルートガイドを終了します。終了してくれ。 OK。 キャンピングカーで起こしてる。 OK インタイプですね。あれ、受付待ちかな、もしかして。そうじゃないかな。あ、中にいるもんね。じゃあ私たちも行きましょうか。あ、もう設置されている。あ、そっか、危なかった。今のは危なかったぞ。ステキさガリックショー。うわ、すごい。出てるな。
ふわふわだね。いい味してる、うん、いいね。じゃあ私も食べますか。ちょっと私にも一緒に食べていいですか。まあ、自分でやります、はい、ここか。男子シャワー室、お風呂に入ります。管理人さんに言って鍵を開けてもらうシステムで、マットを敷いて、入ってねと。真ん中を使って、誰も使ってないから真ん中使っていいよって言ってくれたんで、真ん中に入りたいと思います。これ使っていいのかな。あ、そうだね。じゃあこれを失礼して行ってきます。聞こえる？聞こえてますか？雨だ。雨ですよ。プツプツ音してるよ。よし、はい。なんだ、どうしたの。サザエさんが流れたわよ。一体どうしたの。あ、君サザエさん聞いてたよ、さっきね。そう、ずっと聞いてた。お片付けの音楽でサザエさんのテーマをずっと聞いてた。あ、まあそんな感じでですね、今10時半、はい、チェックアウトと、はい、いたします。最後にね、管理人さんに、チェックアウトしますってご報告していきましょう。忘れ物もないも確認したんでね、はい、よし。いやいや、いいとこだね、相変わらずね。よし、ということでチェックアウトのご挨拶してきたんで行きましょう。いい、OK、いいとこでしたね。ありがとうございました。よかった。雨がまた、あ、なんか虫入ってる。指でピッと捕まえましょう。ハエですよ。はい、ありがとうございました。宮本武蔵か。こう指で今ハエを捕まえましたけど、もう小バエでしたけどね、まだ可愛い。剣術たしなんでんの。そうだね、やっぱ五輪の書は読んでるから。愛読書だから。まあという感じで、まあ、あとはね、あの北見に本当はいろいろいくつかね、あの今までの旅みたくいろいろ寄ったりとかもねしたいんだけど、はい、ちょっと帰ったら帰ったでまだねやることがいっぱいあるんですよ。忙しいもんでさ、まあ、なので、できた時間の時にね。そうだね、とりあえず今日はまだ時間あったからね、あ、キャンプ行けるねってことで来たけど、まあ、帰ったら帰ったらまだねやることがいっぱいあるもんだから、まあ、帰ってっていうのがあるんで、まあ、まっすぐ帰りましょうという感じですね。はい、はい、なのでまあ途中あそこかな、来る時見せたけどマッシュ、うん、マッシュアイスちょっと多分食べたいってなると思うから、まあ、そこは寄るかもしれないんだけど、はい、うん、とりあえずは一旦ここで終了となりますね。イエー、まあ、という感じで、まあ、今日本当にシンプルなサクッとしたさらっとした動画で終わりですけど、うん、まあまあ、こちらの方に遊びに来た際には、はい、私たちおすすめのキャンプ場ですので、はい、ぜひ泊まってみてください。筑紫濃いキャンプ場です。はい、筑紫濃い。どうでしたか今日は。久しぶりでしたけど。いや、
かったんだけど課題もあったっていう感じでね。そうだね、うん、そうそう、まあそん、まあ、次にまた行かせればいいんじゃないかなと、うん、思ってる次第ですが。そうだね、まあでもトータル良かったんじゃない、久しぶりに。良かったね、うん、ちょっといいリフレッシュになったんじゃない、うん、いいところでいいグッズを使い、いい時間を過ごせれたと思います。そうだね、まあ、そんなね、キャンプ、久しぶりのキャンプでしたが楽しい時間でした、うん、はい、さあ、来ました。いや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 、いいですな。ということで今日はここで終了したいと思います。はい、はい、本日最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。はい、よろしければまた次回も遊びに来ていただければと、はい、思っております。まあ、ちょっといつか分かんないんだけどね、またね、ね、様子を見てになるんで、ちょっとまた間が空くかもしれないけどまたまあ動画はいつの日かは上がりますので、次回会うとき、またこう、さらにドリフトさんがお痩せになられてるかもしれませんね。やべ、いっぱいご飯食べなきゃ。本当にもう、やばすぎるだろ。はい、もう渡りきっちゃいましたけどね。はい。はい、今日はこの厚岸の町で、お別れしたいと思います。はい。はい、それでは皆さん、またねー。またねー。バイバーイ。ここ左側、A ウロコさんだね。お、なんか。産直。なんか。あ、すごい。やっぱ牡蠣フィーバーしてるもん。